どの話でも語りましょうぞ。どの話にいたしましょう。痛ましい話ですぞ。長らく対馬を蹂躙してきた蒙古兵と鬼は追い詰められた。道の先では荒れた海が手を振って招いている。逃げも隠れもできずに覚悟を決めている。だがクロードは容赦をせぬ。汚れを知らぬ真っ白の雪を蒙古兵の血で赤く染め上げるのだ。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。